本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ごさ祭です。本日は、王様ランキング、第13話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。さ、あ、ミランジョ様から、はい。あ、それ、それ中心、あー、で、ドルさん、 えだって、その国ってさあ、あーやっぱそういう話はあるんだな。ただ、事実かどうかわかんないんだよな。あの謎っすよね。大長ああ、そうですか。それ、もう、はい、わかりました。ミランジョ様のあの、この国を滅ぼしたいって、中心命題なんですね。なんか、その、 いろんな目的がある中で、家庭で起こり、起こりうる、その、密室の恋まあ、滅んだって嫌ぐらいのじゃなくって、この国を滅ぼすことが中心なんですかうん。ちなみに、あの、今、頃気づいたんですけど、この、1、2、3、4番さんたちの履いてるやつとか、あと、若い時のキング、キングボさんが、戦紙案うん。 はい。え誰えはい。誰っすかえちょっと待って。ええええええ,えあんな声の、はい。えわかんないわ。ヒリングって呼ぶ人うーん。これは、あー、オーさん何が興味あるんだろうな。 えー、ちょっと意外だったなーあのー、ミランジョ様の、あ、そうなのうん。じゃあ、それがずっと一貫してるって言うんだから、で、ドルーシェさんは、頭いかれたんかでしょうん、そうなんだ。どのぐらい知ってますミランジョ様のこととか。っていうか、ミランジョ様、あの、鏡の存在自体が、 かつてはベビンさんぐらいが鏡っていう存在にね言及あったんでまあそらねうんこのねミランジョ様代打陛下の師匠なんだからそら知ってんだろうけど全然知らないと思われていたミランジョ様の存在ねああとこのデッサー陛下が涙を流されてるのとやっぱあの謎の池王子ですよね あの人やっぱオーケンさんでしょオーケンさんでかい存在みたいですし、あとあの、やっぱり横顔ね、もう一回見る機会があって、っていうのも、ラフィー TDS さんがもう追いつかれましたよね。さすがですね。だいぶありますよと思ったんですけど、もう追いつかれましたわ。あとこのオープニングに、やっぱり、私も前回見てね、その映像美の、 素晴らしさと固有性にちょっと目惹かれるものあったんですけど、分析されてる方いらっしゃって、その話は後でね、海外の派の時に申し上げますけどね、うん。やっぱオーケーさんなんだろうな。このい、はい、はい。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 この、誰よ知らない人全然。ちょっとは出てきてんのかなわかんないな急に出、うん。 だってねえ3頭でギリだったでしょしかもそのギリもしかもそのギリもヒリング陛下に守ってもらっ助けてもらってなんとか引き分けだったのを勝ちに持ち込んだだけであってかわいそうっすよねこの魔獣たちさミランド様よあなるほど同じ敵でも 爆発がか、え何がえほう、そうなんですか。その見えるものってどんぐらい当てになるんですか何回か外してますよね。当てを。うん。うん。そうなんだ。魔獣の数で。この人たちもさ、なんか知ってる人なんか。うん。そういえばですけどね、いきなり現れましたもんね。この 4人もえ強、え,え強いね。うん。あの、区内ってさ、ベビンさんのベビン騎士団ですかもしかしてあなた方。ベビン、えなんでうわ、めんどくさ。魔獣、魔、ま、ああ、えうん、なんでうわ。じゃあ、あの、一番さんに守ってもらう。アンさんでしたっけ あの、一番だからアンだと、アンドゥトロワさんなんかなあれって、フランス語っすよね。わかんないですけど。だから、あの、フランス語で4、フランス語だったらですけど、知らないんで私、名前わかんないですわ。まあ、アンのかわかんないですけどね。その、アンさんも、1のアンかわかんないですけど、はい。す、こ、え、そうなの意外と、見くべられてんな。あ、でも、そっか。 へえ、やっぱ、うん、やっぱベビン騎士団なんかめっちゃ強いけどね。え、一人でめちゃめちゃ倒してんじゃん。あ <laughs>、すごいもう混戦になってくるからやめてほしいんだよな。ここに割り込んでくんの。もろともやるぞっていうね。あ、ギガンさんだ。初めて動いた。うん。今まで何にもしなかったのにね。ああ、やっぱ、うわあ、えー。え、めちゃめちゃ強いじゃん。やばい。<laughs> こんな強いと思わなかった。今までおとなしくしてたのは運が良かった時か。ああ、だる。でもギガンさんって誰か、あれ、呼んだりとか命令したりとか、なんか促されたかわかんないな。ああ、アンうん。この人誰なんだアンさんでしたっけうん。おえ、この人だけで、はい。 え、ど、ちょっと待って、この強さおかしいですよね。この強さ、うわ、あのアングルの変化とか、すごいな。さて、いまいち分かってないオーケさんなんですよね。うわ、あ、マジでやられた、ヒーリング陛下あー。ご自身の注能力はご自身には使えないですかわかんないですけど。うわ、ドル、ドうわー。あれ、 ああ、使えるんだ。よかった。よかったけど、まあ、やっぱ、まずは逃げられることですよね。王権さんはただことではないし。えや,やっぱ、おかしい。この人の強さおかしい。えこれ、あ。くっそー、そういう能力があんのか。じゃあ、王権うわ。えいきな、嘘でしょ。 うわ、やばい。え広域魔法あるんですかかあ。白魔法か、あのー、お、なんだ。あ、目くらましかな。<laughs> 本当に目くらましだった。<laughs> ホーリーライトですもんね。助かりますかアンさん。あ。えあ、傷あるな、最初から。 古傷だ。知らない人っすよねー。見たことないっすよねー。ああ。いけますこれいけたらすごいけどね。ああ、残るけど傷なんとか治りましたた、一面はうん。あ、よかったー。ああ、でも、ヒリング陛下やばいっすよね。うん。 いやあこれすごいなみんな視力を尽くして戦うことになるなこんなことになると思わなかったびっくりしたうんあ <laughs> それなんだろうと思ったらうわあやっぱこれいるんだはあまあそりゃそうかもしんないけどうん <laughs> あれ面白いですねうん工夫されてんなさあうん助かったけど一とはな あれは絶望的だなぁ。これはやっぱりヒーリング兵かなあの予感ってのは当たっちまうんかなぁ。もうちょっとあったんだけどなぁ。やっぱ、突っ込まなかったかまあ、一回退却を許された状況かどうか分かんないですけどね。あの魔獣の群れがね、せ、うこれはいくらなんでも。 ほんと腹立つわうん <laughs> うわすげえ <laughs> 追加で <laughs> ついおまけで腹立つことを言ってくださいますねほんとにもう誰か助け間に合う人い、うんそうっすよそうなんだけどはいまあそうっすね代々陛下もまてんされてますけどうーわ誰かいないかなー ね、そうなんですよね。一番大きな希望だった墓地殿下なんですけどね。<laughs> で、魔物も魔物というか、あの、冥府の連中、とっくに連れてきた後に、えまここどこえ、なんであ、そっか、チカロだから。ありがとうございます、ビッピンさん。あ誰か来てくれた誰ですか誰でもいいわ、もう。あなたは命の。アピスさんなんでよ。え いいいんかはい、ありがとうございまーす何でもいいますすでもとりあえず今までのことは全部えそうあえアンさん連れておう陛下まあ一まあでも分かんないですよね一兵卒なうん一兵卒に構ってる間にあなたものははいあはいそうっすねじゃあ今回のことは無罪放免ということで よろしく。よし何がよしはい。はい。えおう。うん。え、なんだうん。そんなところでは。はい。わ、わ、わかりました。はい。ええー、ちょっと、うん。おアピスさん、あんた。 いいとこ見せますね。うん。うん。ドルースさんも、さすがです。<laughs> 気合だけで、気合、気合だけで復活するあんた、やっぱ半端じゃないよ。ドルースさん本当にね、あんた、男気の塊だよ。ずーっとこれまで一貫して。まあ他がひどいところがある。うん。まるまるひどいかどうかわかんないけど、うん。 あんたずーっと一貫して男の中の男だよっていうね。うん。まあ、着替えだけだったら、ほくろさんは負けてないですけどね。うー、ん <laughs> うんうん。まあ、本当に何よりですわ。頼もしくて。うん、あ、そっか、ギガンさんそんなびっくりうん。そうっすか、ハピさんギリギリであんた人間側に踏みとどまりましたね。うん。もう、本当見下げ果てた最悪のやつだと、 お前には自分ってもんがないんかと思ってましたけどうわけしかけられたかうんまあ見えてますからね一度はやり合った相手だから倒し方は分かっている同じ敵はねうわすごいな今回ギリ,ギリの攻防っすねあそうなんだ この騒乱を、うん。この騒乱を起こすのが目的の一つ。え、オーケーさんは何の用があんだ一般市民に対して。とりあえずやばいからだ全力で逃げた方がいいと思います。こいつはマジでやばいです。何するかわかんないです。目的がわかんないし、何がしたいのかが、場当たり的に何をしていかすかわかんないので、とりあえず、 こいつの半径10メートル以内には誰も近づかないほうがいいです。何がしたいんだ特に何がしたいとかないんかな殺戮人を傷つけるのがひたすら、ただひたすらこの人の目的というか、もう本能ですか動物的本能として、人を殺したい人を傷つけたいかな人を絶望させたいうん。力によって、 圧倒するということか。わかんないわ。あのね、キングボさんもね。そう、キングボさんがね、あの、某王国とは関係ないっていう、関係ない、全く関係ないかどうかわかんないけど、その、某王ではない。某王ではない。うん。うん。ベビンさんでしょおう はい。じゃあ、うん。ミランジョ様はこう言い出すと逆に怪しいんですよね。あの、何回か外してます。ああ、ああ、割と、はい。なるほど、なるほど。あ、えじゃあいいんじゃん。うん、うん。なれなれ。うん。どっちか選ばないといけない。あ。ああ、差し出がましいとその、 はい。はい、はい、はい。夢夢なんすかこの国を滅ぼすのが。えはあ。夢の邪魔うん。夢の生贄のその夢はあ。代打陛下の、当時殿下の体を、入れ物に使うことができるようになるからかなんでミラうん。はあ。 えそれではい髪神髪が滅びつつあるのかあうんこの時この時にはもう鏡の姿になってるこの境うんこの境目かでも大長皮陛下いらっしゃった頃にすでに 第二子は望めないんだってことを話されてる話されてるってことはお大腸皮かどこにああこの時にご覧になったんですねあすげえはいああまあこれはちょっと邪魔しされてもおかしくないなこのヒーリングとかやつやべえ自分で連れてきておいて うんうんはい。うんうん。決着まあ、あのー、疑われたのがすでに、ミランジョー様にとっては戦いなんですかヒリング陛下とのうん。なんか一方的な逆らみな気がするけどな。しかも割とお門違いな。うん、やっぱ、ブラックとレトさんはいまいち、うん。うん。 ギガンさんは何がしたいんだろうなあー、わかん、わかんないこと多いなねえ、ここヒーリング陛下お一人じゃあねうわドルーさん、あんた。いやー、ほんとに、もう、ドルーさんには頭上がんないっすわ。すごいわ、凄まじいわ、あの人。えー、こ、 通り魔だな、ああ、通り魔だな、ああ。うーわ、細か、あの、した,たる血の動きね、うん。何が、王権様王権様あーそっか、団長だもんね。うん。え <laughs>、いきなり、いきなりをああ、うん。<laughs> いや、お前らバカにしちゃったじゃねえかよ。 自分がどれほどバケかかってねんとか言ってたじゃねえかよ。でね。まあ今はそのこと言うのやめときましょう。とにかく墓地殿下だけは本当に唯一の大きな光ですわ。まあ、ただまさかいきなり正面切って、差しで、差しでじゃないけど。はいうん。はあ、そうなんえ、ね、じゃあそうしましょう。というわけにはいかないですよね。これだけの数の一般市民、無垢の民が、 犠牲になろうとしてる時にあねえそうっすよね危ないから逃げようとははいだけどねえでんはいはいえい、ー、ややっぱうわ最悪じゃん最悪のことが今まさにでもやっぱりあんだけおっしゃるってことはデスパ <laughs> 王妃ね デスパー殿下の弟子っすね。間違いないっすね、ここまで来たらね。ああ。やっぱ似てる、あのる、ああ、勝てないんでしょ勝てないって言われてるんでしょ対、対決して、うん。魔人魔人どこにいんだ今どこにいんだずーっといらっしゃんないっすよね。 ボス陛下に力を与えて以降全然おいでなってないでしょ。あとはボス陛下が亡くなられた時。でも体の中にいたからな。だからまだど、誰かの体の中うーん、ダイ陛下の体の中のボス陛下の体の中とかそんなありえない。体じゃねえや。魂とかの中じゃありえないだろうしな。はあ別に、はい、全然いいんじゃん。好きにしたら。さよなら。あれがダイヤモンドだと思ってんすかねなんか、ね。 ダイヤモンドにしたら金になると思っうん売るんかふんってなんだなんか,かああ金になったりダイヤモンドになったりするああんか財宝錬金術、うん、自分が変化するんだけどね <laughs> というかだってそれ分かってて連れてきたでしょあんたしたらいいんじゃない是非やってくれ だって黄金なんだから切れるっしょあえすえボッコボコやられたなああいやそう <laughs> そんなでしたかはいいやーこの辺はちょっとね分かんないですもんねーはあんだええー、ク王よ <laughs> キング族・何のご用でしょうかえこういう時頭下げて頂点に出られんのはなかなかやっぱ賢いよなこの人。ああ。まあはい。頭下げのただつすもんね。やっぱこの人、志望家だな。うん。感謝しなさいよブラックさん。あとレッドさんも後で起きたら。まあ。え 油断させたところを、どうやってやられたのかしんないですけど、うん。アピスさん意外と、山賊の頭、ゾック、今はゾック王ですけどね。<laughs> 勝手に即位してるけどね。アピスさん、アホっすか <laughs> 悪いけど。山賊の頭つってんじゃん。そらそうでしょうよ。そう、そのぐらいのことは、予想できるでしょ。まあいいや。 なんかほんと無茶苦茶なことになりましたね。でね、あの、ずーっとお待ち申し上げていた、うわ、でもほんといろんなことがクリフハンガースね。次回を、待てかーー、気になることたくさん、うん。ありますけど、ドルーさん足もがれたのや、 もがれたやつは、あれですかね、あのー、ドーマさんの義手みたいに義足あって治ったりするんだろうか。とりあえず、一命さえ取り留めればなんとかなりそうな感じはあるし、まだギリギリ誰も死亡確定はしてないですよね。ヒリング陛下もそうだし、アンさんっていう謎の人ね、ヒリング陛下にタメ口だから、で、なんかずっと守ってきたような。 口ぶりされてましたし、そうすると、あの人、ものとも、さて、助かるか、ね。だから、死ぬも生きるも、ものともなんでしょう。ただ、そうなんですよね。あそこは本当に冷徹に、取りあできる人だったら、ヒリング陛下、逃げれる人間だけがまず、確実に逃げれる、確実に助かれる人間からまず、助かれ、っていうね、判断になるんですけど、その辺はヒリング陛下、アンさんが、 何者なんだろうなぁ。なんか、ね、すごく親しそうだった。割にはこれまで一回も、どっかにはおいでになってるのかもしれないですけど、とりあえず、全面出てきて一つの人格としては認識されてなかった人ですよね。なんですけどね、なんか親しい人なんだろうか。ね。うん。まずあの、1234の皆さんね、どっから連れてきたんでしたっけってそういえば謎ですよね。城から一回、泥吉さんが、ボス陛下の助言に従って城を離れて、 で、ヒリング陛下、その時お連れになって、で、やっぱり城に戻るという時にはもうあの手勢を連れてるから、もしかしたら、ヒリング陛下が、まあ、これも未確定なんですけど、多分間違いないでしょ、ほとんど。修道院時代の仲間。で、そこに行って、でもな、そんなところで、兵法の修行するめちゃめちゃ強かったけど、アンさんは。他のお参加でも割とね、強かったですしね。この辺は、だから、いろんな強さを持ってる、 全員が常人離れしてるんだけど、その離れの度合いがね、それぞれ違うし、単にその旅力、それこそだけじゃなくて、いろんな特殊能力とか持ってる人もいるし、いろんな段階と種類の強さを持ってる、で、お互いに攻撃の意思でみなぎっているものが、イランとっすね。はぁ、こらや,やこしいし、どんどんというか、もうほとんどゴングがなった瞬間から状況完全不透明ですよね。 次の瞬間、次の一秒何が起こるのか分かんない。ね。ややこしい。だから増えてほしくなかったんだよな、あいつら。ただだから、街に行って暴れられたと困るし。あと、前回の終わり近くでミランジョ様が、この国を滅ぼしたいのか、うん。本編内でも申し上げましたけどね。それ主目的ですか何なんだろうな。意味が分かんないんだよな。家庭の一個じゃないの。手段の一個というか、少なくとも。 少なくともというか大きくても。最初はその滅んだって言いやぐらいの密室の恋かと思っていたんですけど、それが目的だと。というかそういう目的が一個あると。主目的かどうかわかんないけどと。で、あの冥府から連れてきた罪人ども。あれもね、なんでそんな5人も6人も引っ張ってくんだと。めんどくさいだろうに。まあ、耐えやすいのかもしれないですけど、増作もないのか。ミランジョ様にとっては。だからその、この国を滅ぼしたいのだ。という目的と合わせて考えると、 騒乱を起こすこと自体が目的であって、別に個々の罪人それぞれにお前はこれしろとか、そっちはあれしろとかそういうのはなくて、適当に国内に放って方々で乱暴労責を働いてくれて、で、国が乱れれば、人心が乱れれば国家転覆はよりやりやすくなると。あと革命を起こして一丁上がりまでぐらいかと思ったんですけどね、特にそうでもないみたいだし、 あのー、他のは、なんかその都度手駒に使えたらいいんかうん、わかんないですけどね。あと、ね、これもまた本編中に申し上げましたけど、ドーマさんたちの名符への門の破壊は、だいぶ遅れましたよね。ボス陛下がおっしゃったあの破壊命令は、ミランジョ様の手駒を増やさせないためなんでしょうもうとっくに連れてきて、要は住んでるから、今更壊されたところで、痛くもかゆくもないですよね。特にミランジョ様は。 なんか、ね、明後日の方向に行ってしまったんかなドーマさんたちは。いや、壊したぜ、っつって。帰ってきたらもう、国は騒乱状態ではないのかそれはそれで、今更でも壊した方がいいんですかねそれにもなんかあるんですかねとかね。うーん、やっぱ、謎だけどね。まあ、残った謎は、みんな生き残れんのかどうか、ですよね。あとは、冥福騎士団と、オーケーさんとの戦いですね。うーん、そんぐらいかな現時点では、ですね。 あとは、えー、前回から今回までの間に、またいろいろあったんですけど、まずは、うん、やっぱあの、池けおですよね。オープニングの。まあ、あれ、オーケンさんでしょう。他にいらっしゃらないですしね。うん。あとありえかなっていうね。うん、だいぶ、オーケンさんよりは、可能性下がりますけど、影ね。姿を変えられた影一族。その末裔の影の真の姿。人間の姿になったら、この池けおなのかと。まあ、ただ、それにしては、だいぶ、 年上すぎるただね、ヒゲあるとないとでね、すっごい印象変わりますからね。ヒゲなかったら、影の真の姿。でも違うかなうん。影が、わかんないけど、うん。影の、もし、人間の姿、取り戻すことがあればですけど、こんな感じじゃない感じはありますよね。かといってどんなかわかんないですけどね。うん。もうちょっと少年で、リリシーというよりは、優しい感じの風貌してそうですよね。影はね、人間だったら。うん。まあ、 そんぐらいですかあとね、あの、前回のキングボさんね、<laughs> あの名前ね、すごい名前じゃないですか、キングボっていう。ボーでもないし。あの人がその影のいた棒王国だろうってね、もうほとんどこれ当たりだろうって思ったんですけど、違うみたいですね。まあそれは後でね、ニコニコ動画の方にいただいたコメントをご紹介の時に申し上げますけど、で、その、私がその時は、これが影のいたキングボ ボー、えー、じゃないわ。あれが英語字幕だと、キングダムオブボーってなってんですよ。だから余計にね、完全にキングボーじゃんっていう。キングボーさんのキングダムオブボーじゃん、なんですよね。だからあれで余計変な確信が深まったんですけど、まあ違うと。で、そのキングボーさんの国、多分父上から受け継がれたんでしょう。あのクルエルを、森の王あの人に関して あの人とあの人が狂った経緯に関して前回のラフィー・ TDS さんの考察洞察でね一個鋭い「ああこれは」というのがありまして剣を持たれたでしょあの森の王は勝手にそよんでますけどあの剣が神の宝物なんじゃないですかで呪われた剣でそれを選んで授かったがために狂い息子の国を息子の家族一族郎党者とも 殺戮して滅ぼしたかわかんないけど、滅ぼしたかどうかまでわかんないですけど、あの剣がランキング1位になった暁にもらえる神の宝物の一個で、あれを選んだがために、その呪いに操られて暴れた。というね。うーん。だから、そう、急にね、あの別に王としてのあり方をごっそくに解かれていったところから急転直下、自分の息子に譲ったんかわかんないけど、自分の国のか人をあんだけ 殺して回るっていうのは表現が急すすぎますよねで、あの時、そばにね、あの、決体な帽子の王様ランキング委員かのなんか調査員かなんかみたいなのがいましたんで、あの時に1位になりましたよとか言われに来て、で、宝物庫からあれを選んで、そのために狂いだったのか、うん、かなっていうね、これを覚えとこうってことがありました。あと細かいんですけどね、やっぱり、ラフィー TD ィィさんのリアクションと一緒に、またね、 最近の何話かも見返したんですすけどやっぱミランジョ様っすよね、うん、あの子供の頃の姿ただその子供の頃の多分生身の人間の姿とでどう見ても人間の肉体ではない両手と顔のないでそれが後に作り物の体を得る全身擬態なんですけど一個ね私の体のほとんどが作り物だっていう一言が気になったんですよね。 ほとんどか。だから、どのぐらい元の体が残ってんのか分かりませんけど、何があったんだろうなっていうね。さっきボス陛下に、第2章っていう信言をしていた、多分ボス陛下の寿命が短いことを知っていますから、その代わりの体として、お前は本当に人間を何だと思ってんだ。まあそれも自分の経験から来る感覚なのかもしれないですけど、人間の体はあくまでその器でしかないし、スムージーの材料でしかない。 ぐらいの感覚なのか。ですけど、進言していた頃の体は、すごく人間っぽかったですけどね。表情も全然ぎこちなくない。で、そっから作り物の体になり。でも、代打陛下と、あの、どっか、精神と時の部屋みたいなところで、出会っている頃にはすでに、両手と顔を失っている。だから、体がどんどん変化していくのかミランジョ様は。改良していくのか最初は本当にただのお面丸出しのね、でしたけど、だんだん、 成功な作り物になっていって、で、あの鏡になる直前ぐらいまでは本当にほぼ人間に近いところまで来ていたが、なぜかそれを多分冷凍保存することにし、自分は鏡をこれからはよりしろとすることにしたのか。でもほとんどがってことは、やっぱ体あるんすね。元の体。ただそれはね、何があるかわかんないっすわ。あんまり予想もしないようにしてますしね。ミランジョ様がこれまでいろらんだけ、 人間をまるで、それこそ今回ね、錬金術ってありましたけど、魔術の材料ぐらいにしかしていないところとかね、とにかく手当たり次第にいろんな人を取り込んでいって、手駒として利用する。で、邪魔者は殺す。利用した奴は洗脳する。幼い頃からね、大田陛下みたいに。とか、そのぐらいの存在になってもおかしくないなと、納得するぐらいの凄惨なことがあったんでしょ。うミランジョ様の身の上には。なんでね、 まあ、それが何だったのか。当てっこしもしょうがないですし。あの、幼い頃の、魔人かああ。魔人またあったな。魔人と一緒に駆け回って遊んでいた。そのせいでか。魔人一味が、あいつらがって言ってましたもんね。魔人一味が、どっかの村か、国を襲って滅ぼしたとき、あの、幼い魔人と一緒に多分、同行してたんでしょう。ミランジョ様は。か、みなしで拾われたか。魔人の集団に、 で、その中にいて、あいつは魔女だと。魔女狩りがされたと。とかね。<laughs> まあ、この辺はわかんないですね。不明なこと多すぎんな。とかね。いろいろありましたわ、前回。で、あとですね。ニコニコ動画の方ですね。先ほどちらっと申し上げましたけど、コメント、いいね、ニコニコ広告。またね、3方向から応援いただきまして、ありがとうございます。そちらのコメントの中から、ワンクール終わったし、総集編回か。うん、ありえましたね。ありえましたし、 そういう心配をされてる方は多かったですね。すごく多かったです。あのー、今回ね、また例によって海外の反応をご紹介するんですけど、少ないんですよ。まあやっぱり、ね、全体の熱量が普段ほどではなかったっすね。まあやっぱり、墓地殿下がいらっしゃらないと寂しいかな。だんだん墓地殿下がアイドル化しているような気がしますけど、あとリキャップっすね。うん、そのせいかなっていう感じですね。ここの作が超絶いいような。1分34秒の。うん、この最初に、 王様ランキングという作品が世界を涙の底に沈めた場面ですね。この影のね、影についてはね、言われてるんですよ。私もね、前、まあの方のエピソードで、影ってこんな、なんかその、黒い水たまりが二つくっついたみたいな、で、そこに目があって、手と口形容みたいな部分があるぐらいのすごい単純なデザインなんですけど、その見せる表情とかね、伝わってくる感情とかが、なんていうだかなんだっていうね、褒めてる人いらっしゃいましたよ。 私も同意です。あとこの殿下がね、影に気づいて無理に笑顔でらえきれず涙を流されるんですけど、二回目の笑顔は涙ながらの、だけど本当の笑顔というね、うん、素晴らしい。この演出と描き方ね、うん。まあ、本当にここが今回のピカイチみたいな場面たくさんありますけどね。で、この影ちゃんの国の王様は某王で、その人は別の国のキングボ王子。で、キングの某と プリンスのキングボーなんですよね。これもね、さっき申し上げましたけど、キングダムをボーなんですよね。完全にだってキングボーの国じゃん、それはっていうね。なんですけどね。だからこれは完全に切り離して考えるとして、えー、だから、まだ全然出てきてないのかな。影のいた、某王国は。某王国かよっていうね。あれは、期待していたのは、キングボーさん経由で、あの、ポイズお嬢様ね、との再会とかね、あるんじゃないかと。 いうのありましたけど。ま、あじゃあその辺は改めて考え直すと全然まだ再登場のない某王国。で、キングボさんとあの森の王はまたそれで別の国で、で、さらに別の話があると。うんうんうん。ここの魔物を全解放されたらやばいな。ああ、まあそうっすね。ゾックさんね。ゾック王。<laughs> ま、あやっぱあの人ちょっと一枚上手ですよね。おつむがね。 混乱させられたらそれでよかったとか。うん。今回が王国の乱れですからね。やっぱ騒乱自体が目的なのか。ね。族は知略面で危険視されてるのかな。うん。こいつ山の王過小じゃねっていうね。うん、そうですね。で、その方が狂ったのか。みたいなんすよね。で、あの、キングボさんね。先ほど来より話題沸騰中のキングボさんですけど、手足を切り落とすと出血作用ですぐ死ぬから、逃げられないよう剣だけ切っていたぶってるのではかな あの、前回だけだと、あの、王賢さんがキングボーさんに何をしたいのか分かんなかったんで、あれが何なのか、いろんなうちありましたよね。でも多分、本当に単にいたぶる、苦しめる。ただね、王賢様、うん。なぜそうなった冥府の騎士団長が、冥府の罪人に。うん。分かんないなみんなと顔見知りか。あの時、ドルーシーさんが、ミランジョ様の、 人形の、まあ、人形の顔なのかな。作り物の顔かもしんないですけど、とりあえず人型の姿を思い浮かべられた。だとしたら、ドロイスさんはその時に一回、ボス陛下に、これからはヒリングの護衛をしろって言われた時とか、あ,あの辺の時期ですかうん、待ってよ。ヒリング陛下が、お妃になられる直前には、もう鏡か。あ,あじゃあそれより前。ですよね。だから当然、ダイダー陛下がご用書の当時殿下が、 合ンの時にはそれはもうとっくに鏡っすよね。うん。わからん。ボスが王になったのは、うん。最強を目指してタラになっちゃった感じの印象。うん。まあ結構そうすると行き当たりばったりなんですか最強になるんだ。そのためには、巨人族と子供を作ってその力を魔人の手伝いで前借りしないといけない。で、強くなって、その辺の村を救って、墓地殿下、 お生まれになって、そのあまりの弱々しさに、ここに王国を築かないといけない。だから、墓地殿下の、ゆりかごとして当時は作られた、ボス王国。だからまあ、割と、そうですね、成り行き、上王国作っちゃいましたか。はあ、になるか、うん。なんで最強になりたかったんですかねボス陛下は。それは、それがそもそもあれかミランジョ様のためかそうなんですよね。ミランジョ様の最終目的がわかんないんだよな。ファイナルディスティネーションが。 あの新オープニングは凄す,すぎて何回も見返しました。そうですね。これね、すごいのはですね、まあいろいろすごいし、その作画が上手とか、その暗示の仕方が巧みだとか、いろんなことがあるんですけど、あんまり触れられてないところで、かつ私が本当にこの作品やばいと思わせたのは、このね、特にオープニング、新オープニングの途中とか冒頭とかの、あの輪郭線、主線がない 主戦を省く表現のところあるでしょその主戦を省くこと自体は、まあよくある手法なんですけれど、あの辺の場面のね、色彩設計ですね。カラースキーム。これがね、特にね、この影一族が串刺しになってるところを下から眺めて、この場面とその直後の冥府騎士団だな、これは。馬をかけていくところのね、色彩設計。これ従来の色彩設計の 方程式から言うとだいぶ冒険してるんですけど、これまでの従来の我々が慣れ親しんだ正解から遠くかけ離れているのに新たな正解を見つけてるという、ここのね、色彩設計の挑戦的かつ100点満点の正解を出してるという恐ろしい神業みたいなところね。ここ私、新しいオープニングの中で今のところですけど、他にもたくさんあるんですけど、そのいろんなものが出てきて、で一瞬だけ 現れるものとか、あとその出てきたものがどう振る舞うとか、その出てきたものに何が起こるとかいう、その示唆するものね、ほのめかされているもの、その演奏の巧みさとか、まあ、作画、エフェクト、全部素晴らしいんですけど、あんまり指摘がない中で私が腰抜かしたのはそれです。この完全に色彩設計のこれまでの正解とはまた別の遠くかけ離れた新天地の色彩設計ね、うん、これは素晴らしいわ。 とかね。まあ、たくさんあるんですけどね。でしたね。そんなコメントを前回のニコニコ動画にあげた方の動画にいただきました。皆さんいつもコメント、いいね、ニコニコ広告いただきまして、ありがとうございます。で、YouTube の方ですね。こちらにもね、また、インダーネッサンさんいただきまして、私もね、毎回自分が本編見終わったら、まあ、先にリアクション動画はインダーネッサンさんの拝見しに行くんですけど、前回ね、あの、キングボさんが、某、 王国の人だと勘違いしていて、で、その勘違いに基づく仮説を得意げに吹奏しましたんで、今回のリアクション動画で、あれ違うみたいですと訂正しようと思いますけど、まあそれも含めね、また前回もあちらのチャンネルさんでもコメントにね、返信いただきましたし、私の前回のリアクション動画にもコメントいただきまして、本当にインダイネサさんいつもありがとうございます。 まさかこんなことがあるとは。日本語に関する質問もね、引き続きいただいておりまして、まあその辺のやりとりも前回ありましたという感じですね。で、リアクション動画ですね。まあインダーネーサンさんは言わずもがなとして、グレイストライトニングさんね、うん、落とされたんじゃないですね。6話と7話。<laughs> 本当に本編だけのオープニングもエンディングも飛ばすという、本当に本編だけのやつですけど、まあお忙しいんでしょう。6話と7話のリアクション来ましたんで、まあまたそれ以降もいずれあるかな。 という感じです。で、ラフィーティレ d スさんは完全に追いつかれましたね。早かったっすね。銀玉終わったけどさてどうしようか、みたいな動画を上げられてて、で、すぐに王様ランキング始められたと思ったら追いつかれましたね。で、あとはね、クラウディクローさんとララフラフバニーさん。まあ、で、グリースライティニングさんもまた来られたら拝見します。っていう感じですね。あとはですね、ちょっと変わったものがありまして、アニメニュースネットワークさんね。まあ、本当に <laughs> ご縁のあるというか、私が視聴する 作品とか、これ相当日本人しか知らないような、アニメ界隈でも相当西な話題ですけどっていうね、変達の話とかまで取り上げられてるアニメニュースネットワークさんの YouTube チャンネルがあるんですけど、そこでね、王様ランキングのことがね、語られてました。ランキングオブキングス、オープニングイーストーエイグス、ランキングオブキングス、What Secrets are Hiding in Second Opening っていうね、第2弾のオープニングに隠されてる秘密とは何なのか、というね、 考察の動画っすね。アニメニュースネットワークさんがはあ。ただ私は、うん。まあないでしょうけど、一応避けました。ネタバレの可能性はね、可能な限り慎重に避けていきたいですね。なんてことがありましてね。まあこの辺は、興味のある方はご覧になってみてください。アニメニュースネットワークさんの、ねこんな動画あげられることあるんですね。で、ディスカッションですね。うん。まあさっきも申し上げましたけど、やっぱ、冒頭5分のリキャップは、結構海外の方が、 まあ私の印象ですけどリキャップに対しては苦情が出がちです。あとやっぱり墓地殿下は本当に魅力の塊ですね。みんな待たれてますよ。今回やっとですけど少ないですよね。今回も出番ね。うん。やっぱいらっしゃらないとすごい寂しいというかみんな元気ないですね。<laughs> 印象ですけどね。雰囲気ですけどね。私が感じた。なんかみんな元気ないなっていう。うん。なんでね。 いつもよりは少ないです。キングボの父親はシリーズの前の方で墓地が遭遇したカリウドだった。だからあの男が錯乱したランキング1位の王だったというのは実にありそうだ。うん。それは確定っすね。うん。確定しましたね。これまでも結構ね、そうだろうとは言われてましたけど。あとそう、これね。うん。ありましたね。王様ランキングはいつクランチロールに来るんだしばらく前に発表されたけど、まだどの回もないんだよね。追記。今は見れるみたいだ。とか、ま、あこれね、あのー、 ご存知ない方は、残っちゃっていう話なんですけど、ちょっとあるんですよ。This is the thing なんですよ。ちょっとあるんですよ。アメリカのクランチョロールにはあるよ。とか、ヨーロッパではクランチョロールで出ているね。とかね、あるんですけど、そうなんすよ。来たんすよ、クランチョロールさんに。ええー、っていう。半分割ってからだから、まあ、前半までは、アニメーションさんが独占配信権を持ってたんでしょう。それが解放されたんで、わかんないけど、クランチョロールさんに前は来たんかな前半は。 まあこれが何がみんなこんな食いついてんのかっていうことはまあこれまでもね何回かいろんな動画で申し上げてるんですけどやっぱサブの字幕のねサブの王といえばクランチョロさんだったんですよそこにファニメーションさんがどんどん参色してきて多分まあダブファニメーションさんの画像といえばダブ吹き替えなんですけどダブだけじゃ食っていけねえよということなのかわかりませんがサブ方面にどんどん参色して来られましてでまあこれもね クランチョロル一強体制は不健全だから、ライバルが行って競争が発生するのは良い,いことだと。みんなね、最初は歓迎してたんですけど、そのファニメーションさんの字幕がひっどいんですよね。これはね、前にもちょっと申し上げましたね。なんで、最近ではファニメーションがまたやんのかみたいな声がちらほらあるのと、クランチョロルさんの方が少なくなってきて、ローカライズ担当作品が、えー、これクランチョロルやってくんないのかとかね、いう嘆きの声まで、一昔前だったら信じらんないような声まで出ていまして、 今はそうなんですよ。クランチュロルさんは待たれてるんですね。クランチュローでやってくれと。なんでそこに本当に来まして、王様ランキング。なんでこれでね、これはあの、今期のね、スローループの方での話の時に申し上げますけど、字幕のね、やっぱ字幕って会社によって全然違いますよね。その字幕の形式とか、まあ、書き方もそうですけど、すごいんですよ。だからこれをね、歓迎してる人は結構多くて。 ちょっっと話題になってましたでこれですねキングボーの父親は前の方のエピソードに登場したクレエル王なのだろうかそうみたいだね2人の声優もまた同じだおここがキャラクターデザインが功を奏しているところだその頭部や目の捉えやすさによって彼がクレエル王であったことはあからさまに受け手に伝える必要がないんだかわいそうなキングボーうんキングボーってなんだろうなじゃあ今更だけど某王国は某王国なんでしょとだからその 王子だからキングボー、うん、将来、キングになるから。じゃあ、キングボってなんだキングボキング確定の、それこそボッゃんかボッジ殿下の時に言われてましたけどね。うん。まあ、わかんないっすわ。えー、あと、ホーブノブス・ザ・レッドさん。別件で、水面下で進行してるらしいのだと、影が兵隊たちから逃げるのを手助けした、小さい女の子だな。彼女の家来が、彼らは防王に仕えていると言っていたので、どこかで関連しているのではないかと予期している。うん。 で、この人ね、私は完全に、あキングボって完全に某王国のじゃんっていう勘違いをしたのとは真逆に、すごくよくここで踏みとどまられましたね。という、生き埋めに、生きめ、生きめにされようとしているキングボが、キングボである一方で、2話で触れられたキングボは、某王と言われていたので、お父さん、クレール王だと思う。 ここをそんな厳密にし別されるとは、そっちに飛びつかない。うん、日本語の音の方を重要な鍵とされて、某王だから、キングボとは別人だと思うっていうすごいですね。うん。で、ホブ・ノブ・スター・レッドさんの変身で同意。チェスと息子の両方を見てきたことから考えると、あの少女が再び登場しないとは考えられない。うーん。某王国ね。 だからそっちに繋がんのかと思ったんですよねその期待もあったんでだったんですけどねじゃあ全然別方向からか某王国とかポイズお嬢様が再登場されるとしたらかなあーでこれねうんじゃあ影の国は神の宝物のせいでそこの王様が来るまではランキング1位でいたんだねというのがアピスの会話がくれた手がかりと今回のエピソードから我々がまとめられるものか うーんまあ、やっぱこう思う人はいますよね。私もこれでしたからね。で、またですね。h e クランチョロールに正式に乗ったぞ。やっと危うげな海を後悔するのをやめることができる。このね、私は危うげな海を後悔するっていう役にしましたけど、Sailing the High Seas っていうね。これは、その、高波の中を後悔するとか、まあ要は危ない橋を渡るってことですね。アニメの主張では危ない橋を渡るってどういう意味だろうなーっていうね、話なんですけど、まあそういう因語ですわ。 私は大抵の場合、ファニーのよりも、クランチョロの字幕の方が好きなので、本当に嬉しいよ。ね。これ事情知らない人はね、なんか、やたらこの件反応あるなっていうね、感じでしょうけど、そうなんですよ。今そんな感じなんですよ。海外で、サブで見たいという人はね、まあサブの方が早いですからね、当たり前ですけど。で、いろんな作品がカバーされますし。だから、この後、あの <laughs>、極端な人は、やっと王様ランキング見れるぜ、っていうね。<laughs> まあ、だから、本当に、 実直に正規の配信で見たいし、クランチュロー以外は契約してないから見れない。うん。すごい真面目な人ですね。うん。まあ、全然正しいと思いますけどね。クランチュローさん頑張ってほしいですね。正直私ももうファニメーションさんの今、王様ランキングは今のところまだ致命的なおかしなところはありませんけど、今のちょっと危ういよなっていうところ、ちらほらありますし、いつ何をやらかすかわかんないからハラハラしてるんですよ。<laughs> やらかすんですよね。本当にどっかんやらかすんですよ。ファニメーションさんは字幕においては。しかもその漢字なところとか、二度とセリフでは言及されないけど、ここ勘違いしとくと、最後まで続くよっていうね、ところを間違えたりとかね、あるんですよね。なんでね、クランチローさん頑張ってほしいですね。で、これですね、オープニングの話ですけど、オープニングの1分5秒で、誰かが崖から落ちている様に注目してくれ。ミランジョ以外の何者でもないそれは、どれどれ。オープニングが始まってから1分5秒 そうですね。うん。そう。誰かが崖から飛び降りてるんですよね。で、真っ逆さまだな。うん。真っ逆さまで、ボス陛下だな。うん。救われる。で、世界を見せてくれる。何者でもない、それは、彼女の生きる意欲の欠如を象徴している。しかし、大きな手、かっこボスが、彼女を捕らえ、世界を見せてくれる。その後、彼女の仮面が砕け散る。うん、そうなんすよね。多分一緒に旅するんだろうな。これ、ちょっとメイドラを思い出すんですよね。二人の出会いが、旅になる、というね。 あその前にさらにいろんな世界を見て回る旅が始まるんだな。出会いから。その後彼女の仮面が砕け散る。それは彼女が過去の自分自身に苦しめられておらず、<う>自分の人生を惨めなものにした全てを追い隠していることを象徴している。 だだ。としたら、これは天才だそれとミランジョと遊んでいるところが見える悪魔の子供はミランジョの行動を指揮し彼女に憑依している悪魔である可能性がほぼその全てだ少なくともオープニングの延長ではそれはボスの体から出てきたのを見た魔物以外ではあり得ず彼女と魔物の両方がミランジョが狩られる前まで遡ったものだですかねだからその魔物魔人と一緒にいたことがミランジョ様が凄惨な目にあった原因 か発端か,ですか、ね、うん出てこないですねマジンただまさか元気あると思いませんでしたわどっかにいるんだなじゃあまだあの消えたマジンさんはね陛下の体からおいでになって消えてまたどっかに憑依してんのかうんわかんないな で、そう、やっぱりあるんだな、これは。まだ誰にも指摘されていないのかはわからないが、冥府の剣王は墓地と若干似た剣術を備えていて、体の特定の弱点をつくんだ。うーん。キングボが簡単に死んだりするとはいぶかしい。ね、生きてた。うーん。どこで飛び入りしてくるか、またややこしいな、そうするとな。そしてオーゲン、王剣。王剣さんですね。王剣はデスパのかつての弟子でありそう。か。 デスパの関係者でありそうだ。彼が必要とされたことを理由とするとね、ミランジョと直接やり合うのは誰なんだろう。というより、本当にね、今、その、対立の軸が錯綜してんですよね。あっちこっちで差しないし、少人数同士の対決もありますし、全体を俯瞰してみると、大きな対立軸ありますしね、すごいごちゃごちゃしてんな。乱戦ですね。で、やっぱりミランジョ様なんですよね。これですよね。 この頃はどう見ても人間だろうな。ダメミランジョは過去の話で俺たちを泣かせるんだ。そうだろうっていうね。まあそうなんでしょうね。そのぐらいの話があるんでしょう。というね、ディスカッションをされていった皆さんが今回どの辺反応気ですかね。本編振り返っていきますけどね。最初に意外でかつ驚き。ミランジョ様のこの国を滅ぼしたいは、主要目的の一つうん。最終目標ではないでしょうけどね。ボス陛下の夢を叶える 夢と言ってしまったことを叶えるために、思わずそう言ってしまったけど、本心ではなかったボス陛下と真に受けて暴走しているミランジョ様かな。今のところだとそうなのは。で、あの、アンさんね。うん。一番だからアンなのかっていう。めちゃめちゃ強い。うん。異常に強い。この強さは、やっぱ尋常ではない。やっぱベビン騎士団。うん。か、修、修道院うん。双兵はいますけどね。修道院って、戦闘訓練しますっけわからん。 全然知らない人ですよね。この辺は本当に、まあ、入り乱れた戦いになりましたね。めんどくさいわ、これは。回答ラ怪盗を立すとは言いますけどね。そのランマ状態ですね。ヒリング陛下。とりあえずヒリング陛下と、その周辺の皆さんは、やられては立ち上がり、やられては立ち上がりですけど、今もうギリギリね。ねこれはクリフハンガーですね。今回多いですね。クリフハンガーが10個ぐらいんじゃないか。ベビンさんを助けに来られましたね。早かったですね。さすがだわ。 で完全にすれ違いで、冥府への門を破壊しに行くんですけどね。今更でもやった方がいいんだろうかねこれはね。この先になんか、とんでもない敵とかいるかあの、月の二人はね、ウコンとサコンは前回倒されましたけど、人形だからね、またすぐ復活するんでしょ待ち構えてるのかなうん。ボス兵が気づかれる。ベビーさん助けに来る。うん。 どこまでか。あ、はあ、わかんないな。さあ、これがね、うん。ヒリング陛下の方心配ですけど、王ーさん、これはね、そう、わかんなかったですからね、前回。あの、キングボさんにしたこととか、その直前の、震えたり、一回隅っこに行って休憩してんのは、なんだあれっていうね。ああいうことがあったんで、わからんぞと思っていたんですけど、本当に、まあ、殺戮と、人を傷つけ、あやめ、苦しめ、絶望させるのが、 大好きな人でしかないな、今のところな。なんかこれも呪いなんすかね。あの、キングボさんのお父さんの森の方が狂って地獄内でか、殺戮行為に走ったのも、呪いでしょ呪いによる狂気でしょオーケさんもそうなんかま、あこの辺はね、デッサー陛下とか、隊長さんご存知でしょうけどね。だから、次回とか、語られんのかあんたじゃ勝てないから対決しちゃいけませんよって言われた隊長さんと、 特にボッジ殿下は絶対に天敵だから、退屈させんなって言われた最悪の、というここもね、クリフハンガーですし、まあ、複雑化要素だし、不透明化要素だし、不安定要因である、あの、罪人度もね、うん、なんで死刑になってないですかね。あの、冥府から抜け出して、あの、バゲット買ってただけで、切り裂かれた、この人たちは、牢獄にいて死刑になってないの。なんでなんだろうな。 上のうん。この辺は、本当に、錯綜したまま終わりましたね。罪人どものいろんな、やっぱまあ、好き勝手に動いてますけどね。それとアピスさんの絡みか。うん。<laughs> アピスさんは。でもちょっとアピスさん、人間らしいとこ見せましたね。うん。あんたギリ踏みとどまったね。最後なんか <laughs>、あんな、盗賊の頭ごときに、まんまと騙されて、 封ち食らったんか倒れてましたけどね。やむちゃ並みの静かな。で、完膚なきまでのぶっ倒れ方でしたけど。うん。まあいいや、目をつぶりますわ。ね。ヒリング、陛下の危ないところを助け。で、ドルーシーさんを起こしてくれましたからね。その一時だけを持っても、とりあえずアピスさんのことは悪く言わぬようにしておきますわ。もう十分悪く言った後かもしれないですけどね。っていうね、いろんなクリ栗ンが残ってますけど、まあみんなが無事かどうか、それぞれ。と。 さあやんなと言われたことがまさに発生してしまった冥府騎士団隊長さんとまあ墓地殿下2人がかり2人がかりというか騎士団と墓地殿下の連携だったらまだ勝ち目あるのでは希望的観測に過ぎますかねっていう感じですけど多分皆さんの反応もその辺が大きいですかね。 なんで次回までの間にまたその辺のところをいろいろと拝見してまって何か面白いことがありましたらお話しようかなと思っとるところでございます。っていうところですかね、今回は。そんな感じで王様ランキング第13話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。